リュクシュボーイさんかな、250円ありがとうございます。チョッパーの誕生日が12月24日なのはミスリードや他の可能性ってあると思いますか？キリスト関係とか。これチョッパーの誕生日ってなんで12月24なんだっけ。俺なんか誕生日系とかその数字系になんかあんまり考察してないんですよね多分。ユデロンさんがやっぱり得意中の得意だから無意識的に避けてんのかもしれないな。16巻の SBS にて適当な感じで決まりましたクリスマスイコールとな難しく考える癖が出てくるわ。トナカイでクリスマスね。これに対してミスリードや他の可能性ってあると思いますかってことでしょ。トナカイイコールクリスマスでふざけて決めた感に見せてそれがミスリードでなんか深い意味があるみたいなで言ったら、まあチョッパーの人々の身モデルが何かっていうこととかに繋がるかもしれないみたいなね。人々の身モデル雪男とかね、まあなんか言われてんのはなんかあるけどなんかちょっといまいちピンとこない。うん、でもなんかまあ SBS で決めたんだったら多分小田先生が言ってんだよね、それでいいよみたいなね。それがミスリードだったらすごいけどな。だから12月24日に設定してミスリードが実はあるっていうまず前提があって、でチョッパーはトナカイだから24にしてくださいって SBS を見つけて SBS のハガキの方が後追いだったっていうことになるよね。いやどうなんでしょうこれ。人々の身はね、でもまあここから考える。あとあれだね、ゴムゴムの身が人々の身だったっていうことが確定したことで深く言えば全部の悪魔の身を考え直す必要性とかがなんか出てきがちじゃないですか。実はあれも人々の身なんじゃないかみたいな。でそうするとこうキリがないし特別感がどんどん失せていくんで、その人々の身のこの人々の身っていうのはもうほんと唯一無二ぐらいでいいんじゃないか。あとは全部正当な悪魔の身の名前なんじゃないか。ただ唯一例外として真剣に考えざるを得ないというか考えなきゃいけないのがチョッパーの人々の身と闇の身とエネルのアマルで雷持ってるんでゴロゴロの身にもなんかもしかしたら秘密があるのかみたいな、なんかその3つぐらいはねちょっと深掘りして考えるべきなのかなと思いますけどね。小賀亮さん600字ありがとうございます。初めてです。無知ですいません。ルフィがゴムゴムを食べてなければ食べてたのはシャンクスで麦わら帽子もシャンクスのままってことですか。これも難しいな、ガチ考察案件なんだよな。シャンクスがルフィにゴムゴムの実を食べさせたのかたまたま食べられたのかイレギュラーだったのかっていうのはこの前の祭りの時はのすけさんとこの話をもろにさせていただきましたが、のすけさんの返答としてはまあイレギュラーだったんじゃないかで、私もそれに大賛同と。ルフィはゴムゴムの実をたまたま食べた、あれはたまたまだったっていうね、そこにシャンクスの意図はなかったと思いたい。で誰でも開けれる宝箱にゴムゴムの実があったっていうので、ただルフィが食べなかったら誰が食べてたのかはちょっとわかんねえし、シャンクスは該当してない可能性あるよね条件にね。ロジャーは該当してたけど時期が早かったで、シャンクスは該当はしていなかったで、ルフィは該当したし時期もちょうどだったみたいなバランスでいいと思うんだよな。だからルフィが現れたことが必然なのかな、食べることは偶然であってもこの時代にルフィが現れることは必然だったのかな結局。まあでもそうするとその必然的に現れるやつに必然的にゴムゴムの実を食べさせたくなるけどね、もし必然ならば。だからここもガチ考察案件というかもう最終回手前でシャンクスの謎が全て明かされる時に分かるやつですよね。でもなんか可能性としてはシャンクスが食べて麦わら帽子もシャンクスのままなのはなんか可能性が低いような感じがしますね。天義義政さんかな、ハッピーありがとうございます。もち先生こんばんは。気質ならすみません、本物のクマセラフィムのクマ両方ニキニキの実だと描写がありますが、これ気になりますね。同じ能力の悪魔の実が存在するということなのでしょうか、それとも再現できる次元に点点点と。おおよそ再現でしょうね。可能性を潰せはしなかったんですよね。例えば S シャークジンベエのセラフィムがまあスイスイの実の能力もあったと。でセニョールピンクってドレスローザ編でどうなったかっていうと、多分回廊石でバーンってドフラミンゴとかと一緒にインペルダウンに入れられました。でその後死んでてスイスイの実っていうのを、まあでもそれも可能性低いけどね、セニョールピンクがなんで死ぬんだっていう話あるし、スイスイの実出てきた時点でまあほぼほぼ濃厚だったのか、スイスイの実はまだセニョールピンクが持ってるで持ってるけどそれを再現するセラフィムが出てきたっていうのでほぼほぼ濃厚だったんだけど、今回それが同時に描かれたんで確定したみたいな話か。あの時はまだ分かんなかったんですけどね、セニョールピンクが死んでてスイスイの実を取り出してそれをその本物のオリジナルのスイスイの実をジンベエのセラフィムに投入したもわずかながら可能性残ってたんですけど、今回別々に同時に描かれたんでニキニキの実のオリジナルはクマがまだその手に持ってます、その手にっていうか体に残してます、それプラスニキニキの実っていうものをどういう原理か分かんないですけどクマのセラフィムにも投入できてるっていう話だよ。ものすごい金かけてウオウオの実の失敗作作ったのにホイホイ悪魔の実が作れるとは思えないな。でも現にニキニキの実つけてんだよな、なんか理由があるってことかここに。
ホイホイつけれるわけではない何らかがあるってことか。種類によってつけれるつけられないの難易度とかあるのかな。幻獣種は作りにくいとか、さすがにウオウオの実は一個作るのめちゃめちゃ金かかるけど、スイスイの実はそうでもねえぞとか、なんかそういうのあんのかな。わかんねえね、その辺がね。スケスケの能力も持ってないですか。セラフィム制作名義で金引っ張ったので、コスパは悪そう。そうか、ウオウオの実っていうのは、桃之助が食べた人工悪魔の実、失敗作っていうのは、ウオウオの実っていうのをベースにして、悪魔の実として作り上げました。これには莫大なお金と時間がかかりました。っていうことなんですけど、それと、ジンベエのセラフィムにスイスイの実が入ってきたのを一緒にしていいのかどうかだよね。人工のスイスイの実を莫大な金と時間かけて作ったで本当にいいのかっていうところ、これを議論しなきゃいけないっていう話だよね、多分ね。そうじゃなくて、悪魔の実を作ったというか、スイスイの実の現象とかっていうのを紐解いてジンベエのセラフィムに投与した可能性もあんのかなみたいな話でしょ、多分。これを表現してるとか暗示してるかもしれないのがワープだよね。オリジナルのワプワプの実っていうのを描いておいてから、すぐさま、ベガパンクもワープできている描写を小田先生は描いていると。ワプワプな実とベガパンクのワープを同時に描いているってことは、つまりもう科学がそこに達しているってことだよね。ワプワプの実をもう技術としてやっちゃうみたいな。だからスイスイの実もワプワプの実同様を技術として構築できていて、それをジンベエにやってる可能性もあるみたいな話。俺の説明が分かりにくかったら申し訳ないですけど。なんかそんな感じで考えてますね。だから、ウオウオの実の人造悪魔の実、モモノスケが食べた失敗作と、水の実のあの現象を一緒にしていいのか問題みたいなね。その理論で言うと、ベガパンクがワープできるのも、ワプワプの実の人造悪魔の実を莫大な金と時間かけて作って自分が食べたってことになるんですけど、多分そうじゃないじゃん、もうあれ。もう科学技術としてワープにたどり着いたっていうことだよ。実とかじゃなくて技術としてワプワプの実も水水の実、もう水水の実もわかんないんだけどね、あれ。技術として水水の実をどうやってやんのっていう話だけど、スケスケもしてたし。それならセラフィムたちは多重能力者にできるんじゃない？多重能力者ですからね、もういわゆるね、キザルのレーザー出せて水水の実、泳げて山一つぶった切る剣ができてみたいなね、ガンガンじゃないですか結構ね。伊豆さん250円ありがとうございます。ロジャーの意図的に仕掛けた大海賊時代について教えてください。最終的に仕掛ける意味とは。ビッグマムが教えて死ねよワンピース、何があるどこにあるこの国にもあるんだろうの、その回のその前のセリフで、大海賊時代お前は死ぬからいいけど力をつけて成り上がってくるガキどもの相手するのは俺たちだぜみたいな発言があるんですけど、この大海賊時代を意図的に仕掛けたことがあの回でビッグマムのセリフによってほぼほぼ確定した。で、考え方としては、なんで大海賊時代を作ったかもそうなんですけど、大海賊時代を作らなかったら世界をひっくり返すことができなかったのかみたいな、まあ世界をひっくり返すためでしかないと思うんですけど、間接的に大海賊時代を起こすことによって世界をひっくり返すその助けになるっていうことでしかないと思うんですけど、って考えると、ルフィの人を引きつける力、ミホークが言ってた、あの男はこの海で最も恐るべき力を持っている、人を引きつける力みたいなのをジョイボーイとなるルフィが持って生まれていることを知っているのであれば、持って生まれてくるとかジョイボーイが復活することを知っているのであれば、そのジョイボーイに味方を増やすために大海賊時代を幕開けさせたと。ワンピース探せ、まあワンピース自体大きな嘘が何かあるかもしれない箇所で、だけどこの世の全てをそこに置いてきたって言って、若い屈強な男たちを海に駆り立たせることで、いずれ出てくる仲間を引きつける能力を持ったルフィがこう海を駆け上がっていくときに、必然的に力が集ってくると。で、現に今ルフィの元にはもう数え切れない傘下もいれば同盟もいれば、白ひげ海賊団の残党とかさ、全員がこう集まりつつある。で、海軍大将のフジトラですらお前の顔見てみたいよって言われるぐらいの力なんで、で、そうなることによってルフィ一人じゃ、そのジョイボーイ一人じゃ達成できない、要するに数の力をルフィが得て、この数の力で世界政府に対抗しようとしてるんじゃないかみたいな、なんかそんな考えがね、それのために大海賊時代を作ったっていうのが私もちろん今のところの考えですね。全て未来に託したロジャー、本当そうですね。